こんにちは、コスケです。今回は今まで試したことのない機能を備え、かつコスパの高いポータブル電源テストしてみたいと思います。それがこれなんですが、マクセオンっていうのかな、の G1500 という製品です。シンガポールで設立された会社みたいだね。で、この G1500、 何がすごいかというと、パラレル接続ができるポータブル電源なんですよね。よく拡張バッテリーとか2台のポータブル電源をコードで接続して、で容量を増やせるっていうのは僕見たことがあります。まあ、結構あると思います。でもなんとこれは2台のポータブル電源をパラレル接続して、容量だけじゃなく出力も増やせるという製品になっています。で、スペックですがこんな感じになっています。容量は 1440Wh で、バッテリーはもちろんリン酸鉄が使われています。で、単体だと AC 出力は 1800W までですね。パラレル接続時については後で説明します。充電はコンセントからだと2時間以下で満充電できるということなので、急速充電が可能なポータブル電源ですね。重量は 18.5kg と 1440Wh のリン酸鉄としては標準的な重さだと思います。寿命はリン酸鉄なので3000サイクル 80% 以上、 UPS 機能も10ミリ秒で切り替え可能なものがついています。で、注目なのが、USB が多いっていうことと、あとは放電温度ですね。なんとリン酸鉄なのにマイナス20度から使用可能となっています。だいたいリン酸鉄の製品だとマイナス10度からがほとんどですね。たまにマイナス15度っていうのも見たことありますが、マイナス20度はかなり少ないと思います。北海道の冬でも使えるポータブル電源ですね。で、出力なんですが、パラレル接続するとき、ここでつなぐんですよね。で、ここで接続したら、このポータブル電源の AC コンセントからは 2400W で、通常単体だと 1800W ですが、パラレル接続時はこっから 2400W 出せるみたいです。で、ケーブルにも出力のプラグがついてて、そっからは 3600W 出せるみたいだね。なんで2台それぞれ 1800W ずつ出して 3600W 出力可能なんだと思います。では、ファンの音もチェックしつつ出力のテストしてみましょう。パラレル接続も試してみましょうか。よっと、20キロ以下なのでそこまで重たくはないですね。とっても上にこう2つ両手で持てるようになっているので、意外と持ちやすいと思います。結構握りやすいハンドルですね。じゃあまずはパラレル接続を試す前に単体でテストしてみましょう。まずはやっぱり電圧からチェックでしょうかね。ディスプレイはかなりはっきりと見やすい、よっと、はっきりと見やすいディスプレイになっています。電圧は 105V かな。一応日本の標準の範囲内に入っていると思います。ちなみに今のうちの壁のコンセント 105V なので、ほぼ一緒の数字ですね。じゃあまずはいつもテストで使っているこの電気ストーブ行ってみましょうか。 200W から動かしてみたいと思います。表示では 331W になってますね。じゃあちょっと気になったのでワットチェッカーつけてもう一回やってみましょうか。200W の電気ストーブをつけると、ディスプレイでだいたい320ちょっとぐらい、ワットチェッカーだと230なので、200W ぐらいここ通ってる感じになってますね。では 400W にしてみましょう。 400W だとディスプレイもこっちのワットチェッカーの数字もぴったり同じになってますね。ほぼぴったり、だいたい 400W の出力となっています。ではファンの音かなり静かというか、ファン回ってなかったのでちょっと大きめの電力使ってみようと思います。これはティファールの電気ケトルで、消費電力が 1450W という、もう家庭で使えるギリギリの消費電力の電気ケトルになっております。これをこのポータブル電源で使ってみましょう。ではスイッチオン。だいたい 1400W ぐらいの表示になっております。
無音ですね。すごいね、静粛性抜群のポータブル電源じゃないかな。今までいろんなポータブル電源使ってきて、静かなタイプたくさんありましたが、これも今のところトップクラスで静かなポータブル電源みたいだね。全くファン回ってないですもんね。じゃあさらにこれに電気ストーブを使って1800ワットギリギリまで使用してみましょうか。あ、さすがにファンが回ったね。1500ワットを超えるとファンが回り始めました。で、電気ストーブオフにするとファン止まりますよね。じゃあ1800ワットギリギリまで使ってみましょう。一応数値上は1850ワット消費していることになりますが、表示されているのは1730ちょっとぐらいですね。問題なく1800ワットぐらい使えます。そしてファン回ってますが、結構低い音で耳障りな音ではないですね。多分ファンが大きいのか、シュイーンっていう嫌な音ではないと思います。で、電気ストーブを消して出力の数字を下げると冷えるまではファンが回ったままになりそうですね。でもかなり静かなポータブル電源だと思います。じゃあ次はパラレル接続いきましょうか。同じポータブル電源をまずは2台準備いたします。そして接続するときはこの AC のボタンはオフにしたままじゃないと発火するって書いてましたね。最悪発火するんで必ずオフにして接続してくださいと書いてありました。で、ここにこれが専用のパラレル接続ケーブルでございます。ポータブル電源と接続する方はこんな感じだね。じゃあ早速行ってみましょう。よっと。これちょっとネジ回さなきゃダメなんで若干めんどくさいですね。よし、これで接続完了ですね。今気づいたんですけど、このケーブルの出力端子は普通使うコンセントとはちょっと違うみたいだね。こっから3600ワット出せるみたいですが、これなんだろうね。ちょっとこれは使わないね。ただこの状態で多分これでパラレル接続できているんだと思います。今説明書を確認していますが、このケーブルをつないだ状態だと容量が 2880Wh まで拡張され、この G1500 の AC 出力ポートから 2400W の連続出力に対応しますと。こっからだと 3600W の連続出力ができるみたいだね。では試してみましょう。じゃあ2つつないで、1つがさっきの 1450Wh のティファール電気ケトル、そしてもう1つが僕が普段家で使っている 1000Wh の電気ケトルでございます。両方合わせると 2450Wh で、ちょうどいい出力になりますよね。ではこの状態で2つ電源入れていきましょう。まずはティファール。こっちが800W、こっちが 600W ですね。で、合計で 1400W ぐらいになってます。で、続いて、おー、なるほど。こっちが1350、こっちが1100弱ぐらいですね。なんで合計だいたい 2400W ぐらいの出力になってます。今音鳴ってるのは電気ケトルの音で、ファンは回ってませんね。なるほどね。こうやって2台並列でつなぐことで、それぞれから出力して、どっちか片方から 2400W まで使えるようになるというシステムでございます。では、
ちょっとこれ僕外して2400ワットまで使ってみようかな。電源切って。ちょっとやっぱりつけたり外したりするのは若干面倒ではあるかもね。では少し気になったので単体で2400ワット使うとどうなるかもやってみましょう。まずは1000ワット。で、さらに1400ワットを加えると、お、多分短時間なら1800ワット超えて動くんだろうね。2230ぐらいになってますね。すごいね、出力めちゃくちゃできるじゃないですか。まあでもここの端子部分の作りは2400ワットまで出力できる作りなので、中のバッテリーが出せるなら一時的に1800ワット超えて出せるんでしょうね。で、この G1500 なんですが、よいしょ、同じブランドの太陽光パネルもあるので、それもちょっと試してみましょうか。すごい、結構大きいパネルだね。さあ、パッと広げましたが、これ何ワットあるんだろうね。200以上は絶対あるよね。で、接続はここに入ってる、まあ、このケーブルと、まあ、同じくここに入ってた変換ケーブルだね。多分アンダーソン端子でしたっけ、のケーブルで行うみたいだね。まあ、ここと、よいしょ、これをつないで、で、こっち側をポータブル電源に挿すわけですね。で、これ2本パネルつなげるようになってて、パネル2枚同時で充電も可能だと思います。ここだね。今ちょっと太陽が雲に入ってしまいましたが、30ワットぐらいでは充電されてますね。お、太陽がいい感じに出てきましたね。しっかりパネル前面に太陽光が当たるように設置すると160近く入力されてますね。やっぱりこのぐらい大きな200ワットクラスのパネルがあると、アウトドアでも天気のいい日は結構なペースで充電できると思います。さあ、本日車中泊でこの G1500 持ってきているんですが、やっぱり静かですね。静かというか無音なので、車内で使うにはちょうどいいかもしれない。で、出力も十分だしね。今お湯沸かしてるんですが、狭い車内で使うのにも結構ぴったりのポータブル電源かもしれませんね。さっきカップラーメン食べて、今電気毛布使いながら、どれぐらいかな、1時間半とかかな、車内で iPad 見たりパソコン使ったりしてたんですよね。で、まあ見ての通り80ワットぐらい消費しているんですが、まあ、この状態で1時間とか1時間半ぐらい使用してるとファンが回り始めましたね。今回っております。電気毛布ぐらいのかなり少なめの消費電力でも、まあ、結構長い時間使うとやっぱり中の熱が少し上がってファンで冷やす感じになるみたいだね。なんで多分ずっと無音というわけにはいかないと思います。で、ファンは中の温度でコントロールしているみたいで、冬の方が回りにくいでしょうね。熱が上がりにくいんでっていうのはありそうだね。まあでも音自体はめちゃくちゃ大きな音っていうわけではないので、そんなに気にならないと思います。さすがに耳元にあると寝てるときは気になるかもしれませんが、足元とか、あとは床下なんかに置いとくと、まあ、僕は気にならないかなという感じでしょうかね。で、ここに USB がたくさんついてて、充電早くていいですね。Type-C は 100W まで使えるので、パソコンと iPad とか、あとはスマホなんかを同時に急速充電することができて、まあ、もちろんこの USB Type-A もファントマットね。
タイプ A もついているので、車中泊時の充電には困らないかなという気がします。コンセントも4つあって、4つあれば十分ですよね。で、容量がだいたい 1500Wh と大きめなので、境界気温5度以下だと思うんですが、電気毛布使ってご飯を食べてとしても結構余裕がありますね。今回これ借りて使ってみたら、思った以上に良かったというポータブル電源でございました。本当おすすめポータブル電源の一つに入れたいぐらいですね。というわけで今回は、マクシオンかなの G1500 というポータブル電源の紹介でございました。アプリが使えないのと、このバッテリーを拡張するときのコードがちょっとめんどくさいっていう、アースがちょっとめんどくさいという点以外は、ハイエンドポータブル電源に匹敵する性能と、格安ポータブル電源並みの価格の安さが魅力の、そんな製品だと思います。というわけで今回の動画はこれで終了となります。また次回の動画をお楽しみに。